今シーズンのトレンドって言ったらどのあたりになりますか？昨シーズンから襟元にこう遊びのあるお洋服ってとっても人気だと思うんですけど、襟がめっちゃ大きいのとか、そう、襟が大きいの、すごい大きかったり、秋冬になってそれがもうどんどん進化してきて、ニットそのものにこういう襟元が遊びがあるので、襟もニット素材なんですね。そうなんですよ。これだったらもうこの1枚で遊んでいただけるので、こういうスカートで合わされるのでも可愛いですし、定番のデニムで合わせていただくっていうコーディネートだけでももう十分可愛くなります。ボリュームがありすぎるものだと大きく見えると思うので、そういう時は髪の毛ちょっとまとめてもらったりとか、前だけちょっとインしていただいたりとか、上に重心持ってきていただくと、とっても着ていただきやすくなると思います。本当にもうここ数年ブラウスの人気がすごくて、このビッグリボンのブラウスっていうのは結構モノトーンで揃えてしまって、スカートコーデっていうのを楽しんでいただけると思います。リボン自体は後ろに持ってきていただいて、ニットとかジレからチラッと出してもらうっていうスタイルもとっても可愛いですね。例えばジャンスカの、インナーとして使っていただいたりとか、あとおすすめなのはノーカラーのコートの上からリボンだけを出すっていう着方もとっても可愛いので、本当にこの1枚で真冬まで楽しんでいただけるようなコーディネートができます。秋冬のニット皆さん選ばれる時に、寒くなってくると余計に厚みのあるものって選ばれると思うんですけど、これはめちゃくちゃ薄いアイテムなんですね。なので重ね着がとってもしやすくなるんですね。これの上にってことですか？そうです。ボリュームのあるスカートとかに合わせてもらっても、スカートのボリュームをこう引き立たせることができます。1枚こういうシンプルなアイテム持っといていただくと、何着ようってなった時に実際結構手に取りやすいかなと思います。洗濯は一緒にする？お洗濯ね、手洗いでしていただけます。手洗いいけるんですか？はい、手洗いで。すごいすごい。